白樺総監号の表紙を意気ペタンを描いたコミック導人誌導人誌は導人が資金を出して作成する導人雑誌の略語。1885年に小崎公用、山田美妙、石橋志安、岩谷さざなみ、川上美山、広木津龍郎ら研有者の導人が発行した機関誌ガラクタ文庫が日本最初の導人誌であった。その後、 奇跡、新市長などの導人誌が刊行されてゆき、中でも、志賀直也が参加した、白樺は、戦前の導人誌の中でも、最長、最大の力を発揮したとされる。また、戦後に、本田修吾らが創刊した、近代文学は、日本近代文学史上最大の導人誌であった。漫画の導人誌も現れたが、1960年代までは、 安価に印刷する手段がなかったため、原稿を閉じて回覧する肉筆回覧紙が主流で、青焼きコピーの導入紙も多く見られた。1968年頃からオフセット印刷が普及し始め、1972年に開催された日本漫画大会ではオフセットのコミック導入紙が多かったという。また、百七十五年にコミケが始まった当初は、 コミック導人誌も創作漫画とファンクラブ開始が中心であったが、1977年の宇宙戦艦ヤマと1979年の機動戦士ガンダムがブームになると、アニメの二次創作導人誌が急速に多くなっていった。現在、導人誌の反復の場としては、導人誌即売会が存在し、その中でもコミックマーケットは、 年間100万人以上が来場する日本最大規模のものとなっている。コミケの他にも多くの同人誌即売会は存在し、2015年には大小合わせて1000回以上が催された。他の主な同人誌即売会としては、コミッティや文学フリマなどがある。また、近年ではメロンブックスや虎の穴といった同人誌の委託販売を行う書店や、 ブースなどの自主制作作品を販売するプラットフォームも存在するため即売会の場を通さずに販布及び入手を行うことも可能となっているコミックを中心とする同認誌での性描写に対し性少年の健全な育成を主張する立場から表現規制を求める声は強く深刻な問題となっているその一例として 児童の保護を目的として、東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案で規定されている、非実在性少年と、各道府県の青少年保護育成条例、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに、児童の保護等に関する法律の改正案で導入を進めている、準児童ポルノに対する規制を根拠に、 同人誌を含むコミックの性表現を規制しようとする運動があり、可決されるだけでも、規制の論拠として、足りるものとなる。さらに、前述の改正案が可決されて、性表現の規制が厳しくなれば、今度は、コミックの規制に乗じ暴力、犯罪などの表現も合わせて規制しようとする動きも、ある。特に2000年代の情勢を考慮して、2006年、 以降のコミックマーケットでは修正関連も含めて規則を強化している。また、2007年8月23日に起きたわ説せ図画ハンプ容疑での導入作家の逮捕や、同年10月下旬に起きた、導入詞即売会に対しての会場の貸し出し拒否の波及などを受け、印刷業組合や、各導入詞即売会の主催者などはガイドラインを、 制定したり、規則に沿った修正を確実にする、要導入作家へ促している。こうした、刑法175条に基づく、正規描写の修正については、不合理な規制であるから廃止すべきといった批判もあり、参議院議員の山田太郎が、刑法175条の見直しを政策課題として、掲げている。なお、日本最大の導入詞即売会である、 コミックマーケットに、固有の安全性や地域住民の理解、会場確保に関する問題については、コミックマーケットの項を参照されたい。同人誌市場と著作権原稿の日本の著作権法では、フランス知的保有権法典第122条の5第4項の、いわゆるパロディ条項のようなパロディを、 正面から認める法理が存在せず、原作の著作権者の許諾を得ることなく二次、創作物を不特定多数への販売することは、原則として著作権侵害となる。現状としては、ファン活動の一環といった扱いを受けた、版権を持つ企業などからの黙認というグレーゾーンで、二次、創作導入識の販布は、成り立っている。一方で過去には、 ときめきメモリアルのように黙認と思われていたものの、実際には、法的手段の行使に至ったケースもある。なお、企業、同人作家問わず、パロディなどとは異なり、著作権法で容認されている批評などのための、引用についても、著作権者の許可が必要という認識は強い。しかし、漫画の引用については、小林義則と、上杉宗らの間で争われた。 脱合戦裁判で絵の引用が争点となったが、2002年4月26日に、絵の引用は合法とする最高裁判決が出ている。この判決は、コミックマーケットが、シンポジウムで取り上げるなど、同人誌にもある程度の影響を及ぼした。著作権紛争の発生事例ことの発端は2005年のことで、田島安内が、田島、t、 アンネ名義で事実無根の都市伝説をベースにして制作した導入し、ドラえもんの最終回を発表したことである。当初は注目を集めなかった動作であるが、これがしばらく間を置いてから各メディアから注目を集め出し、動作について問い合わせを受けるなど、反響の大きさや悪影響を懸念した出版元の小学館と、 著作権元の藤子プロが2007年に著作権侵害を通告し、田島は在庫の廃棄処分と同作の著作権侵害によって得た利益の返還を命じられた。この一件に限れば、原作者が個人という状況下における事例である上、また、原作に告示させた製本デザインやブログの無断転載などで有名化したことにより、公式、公認の作品、 原作そのもの、正規の権利関係者が制作した作品などの誤解を多くの一般人に招いたことなど特徴的なこともあり、この一件の事例による影響が直ちに耐え、波及するとは考えにくい状況ではあったものの、同人誌における二次創作物への各出版社の今後の対応が注目される契機となった。また、2014年にはブロッコリーが無許可で、 ドーニ人グッズを制作、販売しているサークルに警告を出したり、ニトロプラスが二次創作についてのガイドラインを改定し、販復個数や売り上げに制限を盛り込んだことで論議を呼んだ。このような行動が起きた背景として、ドーニ人グッズを作っているサークルの中には、ファン活動の域を超えた営利目的のものが増えているという認識であり、一定の線引きが必要という意図がある。 こうした同人の範疇を超えたグッズの制作、ハンプについては、著作権者からは公式商品と混同される、海賊版であるとみなすことができるため、同人誌即売会主催者側からも注意喚起が出されており、特に、コミックマーケットでは同年末の87のコミケットアピールにおいて、共同代表からの挨拶で注意がなされ、著作権に関する注意の記述についても、 より明確に記載されている。非申告罪か著作権侵害の非申告罪かも、同人誌関係者にとっては、中長期的な懸念材料の一つである。著作権侵害の刑事罰は原則としては、申告罪とされており、著作権者が酷訴しない限り刑事責任を問うことが、できない12月30日に、施行済みである。なお、現状でも、刑事責任とは別に、 損害賠償の請求や発行の中止、または回収、廃棄させるなどの民事責任も問うことができる。この場合も著作権者の訴えの提起を必要とする。朝日新聞2007年5月26日号、著作権が脅威になる日被害者の国訴なしに起訴、共謀罪でもによると、日本は模倣品、海賊版拡散防止条約の制定を提案している。 しかし、アメリカ合衆国から、海賊版摘発を容易にするため、非侵国在化を盛り込んでほしいという要望があり、条約提唱国としては、国内の著作権法も条約に合わせて改正するのが、望ましいとされた。そこで、文化庁文化審議会、著作権文化解放性問題省委員会で3月から、審議が始まった。また、同記事によると、 文化庁の審議とは別に国会で審議が進んでいる。共謀罪法案には自民党の修正案3案のうち2案で著作権法を共謀罪の対象としている。自民党案を取りまとめた衆議院議員、早川忠孝は犯罪組織が海賊版を資金源にすることを防ぐのが目的と述べている。編集者の竹熊健太郎は非審国在化によって警察、 司法が独自の判断で逮捕することが可能になれば、商業的な出版、放送、上演、演奏のみならず、コミケの二次創作、パロディ同人誌などにも深刻なダメージが加わる可能性があると指摘。俺を含めて、多くの作家、漫画家、同人誌作家、ブロガーは何か書く場合でも、無意識のパクリがないかどうかおっかなびっくり書くことになり、 引いては表現の萎縮につながりつまらん作品ばかりになるかもしれないので俺は反対だと主張している。また、クリエイターの小寺信義は行使する側が模倣と創作の違いがわからない場合、クリエイターの活動を萎縮させかねないとコメントした。赤松健も漫画作品有給ホルダーのタイトルロゴの左下に配置された同人マーク。本作が 初の採用例非申告財化への対策の一つとして、2013年に、二次、創作動認誌作成や、動認誌即売会での無断配布を、有償無償問わず原作者が許可する意思を示すための、動認マークという、新たなライセンスが、コモンスフィアによって公開された。これは艦隊併用戦略的経済。 連携協定交渉で非申国在化される可能性が言及され、実際に非申国在化された場合に、第三者による告発などで、権利者が黙認したいケースでも訴訟に発展するなどの事態を防ぐことを目的に、漫画家の赤松健が発案したライセンスであり、赤松自身の漫画作品で、週刊少年マガジン2013年39号より、連載開始の有給ホルダー、 で採用されている。2016年3月9日に第190回国会に提出された TPP の締結に伴う関係法律の整備法案では著作権法の改正が定められ、財産上の利益を受ける目的または著作権者等の得ることの見込まれる利益を害する目的で、以下のいずれかの行為を行い、著作権侵害の罪を犯した場合には、 新国罪の規定を適用しないことに改めることとされた。2016年4月8日の TPP 特別委員会において、丸山実高への答弁として、安倍晋三首相は、同人氏は、市場で原作と競合せず、権利者の利益を不当に害するものではないから、非新国罪とはならないと答え、同人氏は、非新国罪の対象とならないという認識を示した。 なお、改正著作権法の非申告在下規定は TPP11 協定発行日である2018年12月30日から施行された。ありがとうございます。